どうも、ヌヌです。戦国無双さなだ丸、続きを遊んでいきたいと思います。初めから噛み噛みですが、やっていきましょう。貫き通すは我が信念。早川殿しか使えないのか。裏作業でこれを手に入れました。さあ、やっていきましょうか。全軍進撃。家康を討ち、太陽我らの手に。承知いたした。正面から打ち崩してご覧に入れましょう。雑魚もなく力攻めなど、およそ父上らしからのやり方。数を恐れただけで乱闘は阻めない。お城の本陣へ向けて突撃せよ。あんまり使ったことないけどね、やっぱ。止まらぬ。されど奴を倒せるものなど。忠勝のいる砦は筒ヶ崎館の跡地。そこには抜け道がございます。なるほど、そこをついてやってくださるか、真田殿。ボールを使って地方砦の裏手より侵入せよ。この程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ！味方が襲われてるの？助けに行かないと。裏手とはいえ、忠勝殿が備えをおろそかにしているとは思えません。無論である。故にこそ真田の根を釣り上げられる。敵がここまで。誰か何とかしてくれ。あ、こっちが心配になってる。働き者ですね。
が姿を隠しているとなれば見つけるのは容易ではないんだ。この程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ！うわ、何？なんでこんなとこに敵がいんの？なんと、カイが！真田殿、カイを助けてやってくだされ！さて、木曽義政殿はなぜ動かぬのだ？犬に手を噛まれたか。これが俺だと？これでは奇襲の意味がない。ありがとう、助かったわ。武器の攻撃力上げてきた甲斐があった。皆の者、下がれ。相手となる。間に合ってくれればよいが。あーでも解凍やっちゃった。割と使いやすい。ここから挽回しなきゃ。混乱しています。この木に押しつつ見ましょう。見事な策という。ここは譲っておこう。解凍！あ、半分いた。撃破せよ、失敗かよ。木曽殿が動かぬでは話にならぬ。真田殿、督促に向かってくれぬか。承知いたした。渡りに船だ。真田の戦、ご覧あれ。私たちは徳川本陣を目指します。撃っていくんだ。このちゃん倒してから行こう。まで行けねえのか。負けてしまうとは。よくやった。それでこそだ。みんなのためなら戦い続けられる。ここも呼べるんだね。よし、直政と姫家康様のもとへは断じて行かせる。殿は私たちが守ります。真田の手の者か。何故正幸殿は北条に従っておられ。北条は我ら信濃の国衆を駒としか思っておらぬ。もし真田が北条と袂を分かつのであれば、我らも共に働く用意がある。本陣を開けるとは愚かな。今ぞ突撃！
しようかとも思うが、もう少し。じゃ付き合ってやるか。真田幸村、これにあり。どの豪の者がいようとは。させていただこう。赤備えはやはりお前になれば。急げ。これはいかん。誰か元忠を止めてくれ。よくやった。それでこそだ。よくやってくれた。するわけにはいかぬのです。だが、あ、いた。次こそは必ず。開門。あれ？急げ。このままでは総崩れとなりかねん。一旦引き、体勢を立て直すぞ。さすが家康、良い判断だ。さて、真田殿、よくやってくれた。これで我らは正真正銘の家族ぞ。恐れ入る。一層励んでまいります。なんかいろいろミッション失敗したけど、総合評価は S だね。徳川方は甲斐まで交代した模様です。もう一押しですね。これで武田の丘陵は全て北条のものに。そうはならん。え、父上。我らはこれより徳川に味方する。北条を攻めるぞ。父上、お待ちください。それは真田は実に厄介な相手よ。北条だけでも手強いものを。真田などに二度と遅れは取りません。必ずや撃退してみせます。侮るな。真田昌幸は並ならぬ武将だ。お言葉ですが、
我らが最善を尽くせば。真田に動きあり。来るか。真田は北条方を攻める構え。え？どういうことだ。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。